浜厚間駅は、北海道有仏郡厚間町ざ浜厚間にある、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は浜。一部の普通列車は当駅を通過する。1975年の浜厚間駅と、周囲約1キロメートル範囲。右が、静内方面。千鳥城の相対式ホーム2面2線と、駅標貨物ホーム及び、 駅裏静ないストックヤードにそれぞれ引き込み線を有している。この後、駅裏側線は貨物取扱い廃止に伴い撤去された。また、1983年時点では、まだ貨物ホーム側側側線は残されている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名のうち、集まは、アイヌもの、 圧をマップの点火した後マップのあるところに由来する。圧死の記事となる繊維をお表より取ったとのことである。当駅所在地周辺は厚間の海岸よりにあるため浜を冠す。端式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の南側に存在する。点鉄器を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム二面二線を有する。 列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは少しずれた位置にあり、駅舎側ホーム中央部分と対向ホーム南側を結んだ校内踏切で連絡した。駅舎側が上りの1番線、対向側が下りの2番線となっていた。その他1983年時点4月では1番線の苫小牧方から分岐し、 駅舎西側のホーム切り欠き機部分の旧貨物ホームへの側線を一線有していた。交換節運用廃止後は、線路は側線を含め1993年までには撤去された。苫小牧駅管理の無人駅となっている。駅舎は校内の南側に位置し、ホームに接している。有人駅時代の駅舎は改築され、ピンク色に塗装された車掌車改造の貨車駅舎と、 なっている。ついたち人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通りである。苫小牧東部工業地帯が広がる。以前は日高本線と並走していた国道235号線がルート変更されたため、駅周辺はひっそりとしている。北海道旅客鉄道日高本線有仏駅浜。 厚間駅、浜田浦駅、向川駅、一部列車は、浜田浦駅を通過する。JR 北海道、編集。ありがとうございます。